甲州駅は中華人民共和国石膏省甲州市場上区にある中国鉄路総行市上海鉄路局が管轄する駅である。甲州上駅または白丹の別名を持つ。駅東急は一等駅。本港では近接する甲州地下鉄の白丹駅についても記述する。甲州駅からは全国各方面に始発列車がある。そのうち、 上海、ネ波、ハ、雲州等の周辺地域域が最も多い。春運期間中は、岡日、合ゴ等へ臨時列車を運行する。中国鉄路走行四こぐ入各専用線古今線、仙屈線高州地下鉄1号線20世紀初期の高州駅20世紀初めに、高州の駅は1906年に作られて、その時の名称は清安門駅であった。 1907年8月23日に高所線の開通と共に開業した。その時の駅は、公衆場まで数百メートル離れていたため、木内の住民にとっては不便であった。そのため、アメリカから帰ってきた学者の馬人浮きの提案により、公衆場内の駅が計画された。木内の駅は1909年に着工され1910年に完成した。 そのため現在でも甲州駅は白駅と通称される。甲州市内バスの甲州駅前バス停は白駅鉄道駅という名称であり、また甲州地下鉄の駅も白タンチェンジェンであるため注意が必要である。1937年日中戦争が始まって駅は10月に相前後して日本軍により2度の爆撃を受ける。公州は 12月24日に日本軍が占領しし、1941年3月26日に再建、1942年3月21日に供用開始した。その外観は日本の奈良時代風の建築であった。公州駅の旅客輸送量は戦後に増長していき、旅客需要に対応できなくなり、1997年に旧駅舎は解体をし、 1999年に新駅舎が落成し、12月28日に供用を開始した。2010年10月26日に小食い、旅客専用線が開通したが、甲州側のターミナル駅に予定されている、甲州東駅の改築工事が完成するまで、甲州側のターミナル駅となる。また、すべての同社組編成の行き先が、上海南駅から上海公共駅に変更される。 上海南駅行きの同社組編成が復活するのは2012年が予定されている。単式ホーム1面、島式ホーム4面の地上駅。1、4、5、6、7番ホームは高いホームであり、中国鉄路高速が発着でき、6、7、8、9番ホームは同社組専用ホームとなっている。島式ホーム1面2線の地下駅である。旅客乗降数は、 2005年の統計で、年間2700万4人。中国鉄路総公司湖根線牛虎山和駅、甲州駅南西橋駅仙喰、仙牛虎山和駅甲州駅小食い旅客専用線、あまり喰駅甲州駅甲州地下鉄1号線、高路駅マイナス上丹駅ただしやすじ駅。ありがとうございます。